話題のトピックを紹介させていただきます。詳細はこちら。大森美優主演で舞台仕事決定。とにかく見てもらいましょう。あらすじ、舞台はとある町の中華料理屋。これはそこで働く当該と、当該を取り巻く周囲の人々との物語。早くに両親に先立たれた大塚洋介は、年の離れた妹、晴美と共に中華料理屋を懸命に営んできた。しかし最近もお店は閑古取り。店の経営が心配される中、突然店を買い取りたいという男が現れる。なんとかしようと周囲の人々があれやこれやの大騒動。しかし、その店には少し不思議な噂があって。よかったですね。